哎，大姨妈，不好意思啊，刚才网络大爷挂了，海外线路全挂了。海外线路挂了就不管他了。哎，为什么两个时间点是一样的？海外线路 GG 了，我也没辙儿。稍等一下，我忘记切个东西，切换个东西一下。等一下，我测试一下东西。哦，还是会跳出来，还是会跳出来就好。我以为聊天是不是不会跳出来？粉丝服务，はい、というのは我が王子の。右边的兔女郎好显眼，我家的舞娘妆也不错啊。すごい完成じゃない？さすがは騎士の国の王子様ね。おや？あたしシルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって。代わりに参加することになったのよ。いや、刚才那个骑士受伤。王子様だからって手加減しないわ。
是为了延伸这一段的剧情。勝負しましょうね。まさか優勝するとは思わなかったよ。君には馬術の才能があるな。さあ代わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が馬に乗る番だ。君のおかげで助かったよ。虹色の枝の剣は僕が何とかしよう。それじゃまた後で。既然能骑马，哦，好吧，原来是骑的滴滴答答。ここまで来れば大丈夫だろう。ありがとう。君のおかげで面目を保てたよ。早速虹色の枝のことだが。騎士の国のお坊ちゃん、さっきの走りやるじゃない。私感動しちゃったわ。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースができたと思ってたのに入れ替わってズルしてたのね。なんだよ、あなたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら国民たちの期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろ。ふーん、そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ。僕はこの国の王子だぞ。流れの旅芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。恼羞成怒了。王子様失礼します。入れ。国王様がお呼びでございます。ファーリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。まあ分かった、すぐに行くよ。本感觉他要被骂。君には世話になった。虹色の枝の剣は僕が何とかするから、後で玉座の間に来てくれ。
没有，就改成直接就是只做退取这边，连台湾的伺服器啊，海外伺服器全挂了啊，所以只有连台湾这边是 OK 的。那我就想说，那算了，就连台湾这边来玩吧。真的，那我就是想说，是不是因为台风的关系？可是我听我朋友讲，现在在日本的朋友讲说，好像只有本州跟哪边有受到影响。然后我就去查了一下啊，我查一下说，哎，不对，不是说只有日本的伺服器挂掉。全部的伺服器都挂了，各国的伺服器都挂了，那就是我们这边对外的线路有问题。那就是像你讲的，大鱼又饿了。所以我也没讲，那就干脆连国内的伺服器就好了。啊，被骂了。ありがたきお言葉。哦，不是啊。今後もこのファーリス、騎士として精進いたします。来たか。父上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。おお、彦助とはさすがは我が息子。騎士道をよく心得ているな。なんだ、言ってみろ。はい。そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の。王様、大変です。大変三三下。悟りの化け物です。什么意思？バクラバ砂丘にまたあの悟りが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。いや、あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。我们这边也受到外环影响啊。帝国の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬよう。よりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。你没有讲是台风的话，我还没想起来那个是台风的名字。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。で、歴戦の騎士を次々と亡き者にしてきたあの魔物を私がですか？私では叶いませんよ。怎么马上抖跟柿子一样？実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらぬと。武士阵。頼もしい限りだ。倒了这两个笨蛋父母啊。よし、ファーリスよ、行け。砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。はい。承知しました。準備のため一度自室に戻ります。それでは。他抖的模样未免真的是。すまない。虹色の枝の話は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。真的是太看得起了，你儿子都抖成那个样子了，还武士之阵呢。保护那个王子。哎呀，看来很多骑士都知道王子的真面目啊。色发青啊！我操！一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。你一生的请求未免太多了吧？お前、騎士の国の王子だろ？少しは自分の力で何とかしろよ。
ああ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。这家伙不行呐。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも。哎呦，有自觉哦。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。そうこうしているうちに、僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね。いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ、頼む。はあ、ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。你没救了啦。城門の前で待ってるからな。準備ができたら君たちも来てくれよ。本当情けない王子ね。この国の将来が心配だわ。うんうん。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧があの方を苦しめているのでしょう。那个维罗妮卡在讲话的时候，那个谁啊，雪莉亚的大腿就在旁边，我都，有点没办法专心听你讲话哎。雪尼亚的那双腿是真的不错啊。
有打算穿战出去呀、啊？なぜ魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。待て待て、心配しないでくれお前たち。飛び切りの助っ人を用意したんだ。ん？よし来たな。紹介しよう。助っ人の皆さんたちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処はバクラバ砂丘という場所の一番奥にある。まずは西の関所を抜けバクラバ砂丘に行こう。よし行くぞお前たち。声が小さいぞ。我已经感受得到这群骑士的绝望了。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ。楽しそうじゃない。あたしも混ぜて。はい。サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。大体あんた旅芸人だろ。サーカスの方はいいのか。サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね、私もついて行っていいでしょ。あなたならそう言ってくれると思ったわ。足手まといにはならないから安心してね。それじゃ張り切っていくわよ。おう。跟那个王子一个一样。あのね。你们也有自觉自己是通缉犯啊。スリープだが、はあ、
金属史莱姆啊！是魔法施法，又用魔法攻击啊！よっしゃ、どんなもんよ。強くなれたみたいです。这里居然会出现金属史莱姆，还蛮赚的。是这家伙吗？我们的目标是这家伙吗？干，先不要招惹他好了。感觉那个是应该是什么地狱奇怪，就是这一张地图的某个 boss 啊。看起来不太像 boss 的话，应该不会就这么两只吧？这应该不要去招惹他，应该就没事吧？看他睡得那么开心，我们就还是不要去搞他好了。但也只是暂时不搞他而已。休めそうな場所に出たな。とりあえずここで休んでいくとしよう。サソリを捕まえるのはまた明日ってことで。なんだ、あなたも来てくれたのか。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。ええ、ここらで休むのは賛成だわ。サソリちゃんは手ごわいと噂だものね。私たちも戦いに備えて休みましょう。对的，一步好像是被打倒一样。あなたたち男二人、女二人の四人旅なんてロマンチックじゃない。どうして旅なんかしてるの？今はまだ。全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の大樹を目指す旅をしているのです。もしかしたら世界に最悪をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよせいにゃ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。へえ、みんなの笑顔を奪おうとする邪悪の神ちゃんって悪いやつがこれから復活するかもしれなくって、あなたたちはそれを倒すために旅してるっていうの？何それ、面白そうじゃない。こんな話を鵜呑みにするなんて、あんた変わってんな。そういうシルビアはどうなのよ、なんで旅をしているの？私のことはいいわよ。さあ、明日はサソリちゃんと決戦よ。おしゃべりはこれくらいにして寝ましょう。なんだよ、もったいぶりやがって。たく、変なやつだぜ。
俺たちの勝ちだ。滚对过不起了给他暴走然后有暴走这个操作勝ちだ。この辺りにいるはずなんですが。ほっ。なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない。砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと、父上に報告するとしよう。え、这个蠢到不行的报告是有搞头吧。出た王子砂漠の殺し屋デスコピオンです鞋子さあサソリちゃんのお出ましよ騎士の国の王子様らしいところを見せてあげてもうしょうがないわね兵士ちゃんたちお坊ちゃんを頼むわさあ行くわよしょうがないよね注意しなさい看，小心蝎子的一击。这句话给我的感觉就是他妈的，他一定会那个。足元に気をつけな。不知道弱点什么属性好啦好啦
せい。あんなん言った。は？脑袋混乱了。なんでやねん。なんでやれ。好方便哦，なんでやれ。睡着果然有用，只是在想说那种特殊状态、特殊攻击应该对他有效。哎，行了。哦，伊德。お助けします。こういうのはどうかしら。魔法暴走，魔法暴走是属于暴击吧？速度降完了，防也降完了。三次 HP、MP 还自动恢复哎，这一招不错，这一招可以先留着。这招不错哦。我现在多少可以理解为什么他就是这一代的特技啊，武器特技好像没有什么特别突出的。这搞了半天，因为其他技能太强了。在我来看，我觉得其他技能真的是太强了，所以才会那种武器特技看起来没有说特别突出。哎呀，混乱了。なんでやれ。
逃走了，可是被拦下来了。哎，这一次可以打自己人哎，难的呀嘞！お楽しみいただけたかしら？所以其实武器技能是要搭配你当下你要作战有什么，就是战有什么战术要用来调整。さて、砂漠のみんなを苦しめるサソリちゃんにはお仕置きをしなきゃね。当然，他不只是玩乐家，还是驯兽师啊。啊！啊哈哈！なんだ砂漠の殺し屋といえども、全然大したことないじゃないか。还真是笨蛋王子。お前たち、いいな。これは僕の手柄だと説明するんだぞ。是的，是男大。もちろんです、王子様。あ、よし。君のおかげでなんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うから安心してくれ。奇怪，从对话来看，就是一个还算蛮正常的家伙。あなた本当にこれでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃない。父上や国民の期待を裏切らないためにはこうするしかないんだ。そう。あなたはそうやって生きていくのね。お前たち、行くぞ。平常看起来就算蛮正常的，一遇到这种遗忘啊、期待啊，就马上降智变笨蛋了。わからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこのままじゃ何も変わらない気がするぜ。逊咖王子。でも、あの子は今の自分に満足していない。何かきっかけさえあれば、もしかしたら化けるかもね。私はそろそろ行くわ。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。それじゃアデュー。アデュー。他是不是想讲アディオス？然后变成アデュー。大一只还可以撞飞。
見よ、我が国の王子ハーリスがあの砂漠の殺し屋を捕らえてきたぞ。ありがとう、ありがとう。勇敢な王子がいる限りサマディ王国の未来は安泰だ。さあファーリスよ、民に言葉を。皆さんの声援を力に変えることでこの通り砂漠の殺し屋を倒し捕らえることができました。ありがとう。今後もこの国の王子としてより精進を重ね。ですが、みんな慌てるな、俺たちには王子様がついてる。王子様がきっと魔物を倒してくれるはず。お、お、確かにファーリス王子がいれば安心だ。あ、どうしたファーリスよ、お前ほどの実力があれば問題なかろう。民の期待に応えるのだ。父上、僕には無理です。はい、あれ消したるもの。ん、信念を決して曲げず国に忠節を尽くす。え、必死たる者、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。そう、あなたは騎士の国の王子、卑怯者で終わりたくなければ戦いなさい。僕は騎士の国の王子。やればできるじゃない、かっこよかったわよ。あなたはいい、騎士の国の王子様なんだからいかなる時も騎士道を忘れちゃダメよ。深い理解があるようだが、そなたは一体何者なのだ。ただのしがない旅芸人よ。この剧情的演出我真的というわけで蛮感动的。魔物を捕らえたのもこの方だったのです。这个张力做得很好啊。顔を上げよ、ファーリス。わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに見合わぬ重圧を与えていたようだな。謝らなければいけないのはわしらの方やもしれん。これからは妻と共に考えを改めるとしよう。
だが先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ騎士の国の王子としてふさわしい戦いだった。笨蛋父亲呐！あの勇気があればいつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グリーグ殿の隊にも入れるであろうな。グレイグって俺たちを追ってた。ところで父上、一つお願いがあります。ここにいる皆さんは虹色の枝を求めて旅をしているのです。お世話になったこの方たちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。虹色の枝か、そいつは無理だな。行商人に売り払ってしまったから。为什么把国宝卖掉啊？虹色の枝を売り払ったですって？あれは国宝ですよ。どうして売ってしまったんですか？バカモン！なぜ今年のファーレス祭があそこまで豪華にできたと思っている？すべてお前のためにやったんだぞ。果然是笨蛋父亲。そんな。すまないことをしたな、旅の者よ。虹色の枝を売った行商人だが、ここより西のダーハルーネに向かうと言っておったぞ。これを持っていけば西の関所を越えることができる。ダーハルーネで情報を集めるがよい。行商人该不会是被挡在那个吧？挡在门口的那个行商人吧？又来了。虹色の枝のことは本当に知らなかったんだ。この通りだ。許してくれ。真是个直率的王子啊。代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。このボウガンで遠くにいる魔物を撃つと、怒って近寄ってくることがあるんだ。うまく使えば効率よく戦いの経験が積めるぞ。也就是说，我可以不用跑，直接拿弓箭在那边吸引敌人就好了。哎，不对啊！君たちには本当に世話になった。何か困ったことがあったら、またサマディに来てくれ。这东西是不是其实就是扣来的口哨？この僕がいつでも力になるからな。你能帮上什么忙？我总觉得这个弩应该是那个吧，不是召唤，不是，不是吸引敌人，而是召唤敌人吧。兜帽。啊，结果还是真的就是召唤敌人而已。翼龙犬，翼龙犬，哦，趴在那边睡觉那个就是翼龙犬，而且还要指定用野兽模式才可以。完成这个任务再继续前进。
待ってたわよ。はーい。何しに来たんだ。まだ俺たちに用があるのかよ。よっ。はっ。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の退治を目指す旅に。そして邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。俺たちの旅は遊びじゃねえんだぞ。うん、もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの悲しみにも出会ったの。私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして世界中の人々を笑わせることよ。でも、所以对嘛，他其实还是那个，还是口哨啊。叶わなくなるじゃない。だから、あなたたちの旅の目的は、私の旅の目的でもあるってわけ。それじゃあ、みんなこれからもよろしくね。那也就是说这一代是不会有口哨这个技能。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたちとりあえずこれからどうするの？命の退治への鍵となる虹色の枝、その枝を手にした商人を追ってダーハルーネの町に行こうかと思います。うん、なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしたらどうやって追うつもりかしら？そうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。いつまで経っても追いつけないわよ。それじゃあどうしろっていうの？船で行けばいいのよ。自分たちで自由に使える船でね。そう、私が持ってる船ね。这么方便？シルピアさん、すごいわ。おいおいおい。ただ物じゃないと思ってたのよ。ウィロン、你看，你的态度转变也太快了吧。その船、お借りしてもいいですか？もちろんよ。仲間じゃないの。それじゃあ、私の船が泊まっているダーハルーネに行くわよ。ダーハルーネはここより西。さあ、出発。日比亚，哎，坦白讲，可以拥有自己的船，某种程度上他还蛮有钱的吧。哟，可以直接叫马了。对嘛，可以直接叫马才实在啊。处理完我们的支线任务，すごい。
单手剑、短剑跟鞭。嗯。他也可以用二刀流。是马上就可以点。麻痹、睡眠、混乱跟魅惑，除了中毒之外，其他都能解。但呢，哇，大堆东西都卖掉了，所以他现在没有什么东西可以装备。想给他做点什么，他又不知道要做什么。我要用什么？还可以把那个叫出来。
不是啊，我要按什么按键去攻击啊？哦，哦哦，原来是这样哦，原来就是一样直接攻击就好哦。简单来讲，就是敲怪的范围变大了。我去上个厕所。お怪我はありませんか？ただいま。先玩到今天就差不多，就先玩到这里。虽然今天网络大也状况不断了、啊，但是呢，哎，我们还是推进了一些剧情，不错。好的，那么呢我们今天这一场实况就先做到这里，非常感谢各位的收看，我们就下一场实况再见面喽，谢谢各位，各位晚安，拜拜。